間が逆の果て静脈を刺しちゃって病弱な愛が飛び出すもんでデスボールタイム狂気に変えてしまいました。ノーフィクションきれさ国語がどうもダメで嫌いでした。正しいのがどれか悩んでいた。誰も不正解というオチにした。本日の仕事は残せな僕のこと不足ない理由がない最近に生きていない戻して僕たちは不足に言わない悲しいって言うんだ悲しいって言うんだ。このあの子の感じが読めますか。あの子の心情は読めますか。その心を僕たちの胸元の言葉は消えたいって言うんだ死にたいって言うんだ。